東日本大震災や歴史的な円高などの影響で若者らに雇用不安が広がる中、連合の第83回メーデー中央大会が今日代々木公園で開かれました。中央大会にはおよそ3万人が参加し、はじめに連合の古賀信明会長が、震災からの復興と再生を通じて新しい日本社会の形を築き上げていくための歩みを緩めてはならないと挨拶しました。この後、来賓として出席した野田総理大臣が、最大の政治課題となっている社会保障と税の一体改革について決意表明しました。どうしてもやり遂げなければなりません。これは今の日本の危機を乗り越え、子どもたちの未来を確保し、国力と民力をよみがえらせるための第一歩なのであります。今回のメーデーでは、大会と並行して働くをテーマに、連合傘下の労働組合の若手組合員と大学生らによるグループディスカッションも行われました。